ではこの前に引き続いてですね、先ほど、じゃなくて、この後でお見せするような感じでしていきたいと思います。では今回はリバースターンの後半から、3ステップそしてナチュラルターンをしてみたいと思います。3ステップは正確には
まあ、大元の教科書があるんですけども、その教科書ですと本当はこの足から、男性右足から女性左足から、記述されているので、それでもそういうふうに理解でも結構ですが、あまり難しいことは考えず、男性じゃあ右足じゃなくて左足前進からいきますから、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー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 ですね。多分足元が切れてると思うのでちょっとちっちゃくします。右足前進をして、左足ですね、左足を男性前進したら、ついで右足を女性の両足の間に入れますね。そしてクイック、クイックで女性の、ちょっと戻りますね、女性はヒールターンをするので、男性右足の両足の間に入れてスロークイック、これは最初は結構大変ですので、まあ見よう見まねで頑張ってください。そしてクイックですね。で今度は女性が右足を中に入れてきますので、少し回転を始めながらスロースロー、ね、横に男性開いて、ついで左足を前進します。でまた次のステップに続けるということですね。では男性と女性の足方を簡単にご説明申し上げます。一番最初の向きで、説明しますね。まあこういうふうに旋回のリバースターンがこういうふうに終わってますから、そこから続けることになりますが、じゃあもうちょっと、ね、今説明した通り、クリッククリックですから、まず左足前進しますね。もう簡単です。3、4歩ほど左足からこう前進すればいいので、スロークイッククイックですね。また次回、さらに、次回になるかもしれませんけども、フットワークといってヒールから出るとかつま先から出るというのを細かくしますので、今は大雑把で結構です。もう一遍いきますね。スロークイッククイック、そしてナチュラルターンですね。スロークイック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 ときましたね。そしたら次はですね、一応正確に言うと、ヒールターンならぬヒールプルという、ヒールプルというステップをするんですけども、スロースロー、こんな感じですね。とにかく後退、開いて軽く寄せて一歩出ると。でワルツだったらば1、2、3となるわけですが、そこがちょっと変わっていて、1、2までは似てなくもないんですが、3歩目は前進ということですね。もう一回しましょう。まとめて3ステップおよびナチュラルターンをしましょう。3、はい、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、スローですね。一応反対向きに180度反対でこの向きをします。先生こっちで、はい、先生前、横先生前。じゃあ3ステップから回ります。小さくいきます。スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、スロー。もう一度しましょう。3、はい、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。やっぱりここに戻ってくるかな。そしてヒールプルですね。スロー、スロー、スロー。精密な上下運動、ライズとロアとかはまた後に、この後の回はですね、ちょっと組み方の練習を真剣に本格的にしようと思うので、それが済んでから、ご説明申し上げますね。では今のところ、男女の組み方を簡単に説明してから音楽に合わせますね。まず3ステップのみしますので、あ、そうだ、女性熟成やらないといけませんね。女性控えにしてしまいました。以前レディーファーストと言いながらも、最近は男性ばかりに、やって、女性はどうでもいいみたいな感じになっております。じゃあ女性いきます。じゃあ女性先生ね、もう女性のことなどすっかり忘れておりました。じゃあ最初この向きからですね、3ステップから始めますね。じゃあ先生説明してくださる。右足から交代しますね。3、はい、スロー、クイック、クイック、これ3ステップ。ナチュラルターンは左足を下げて、そこでヒールターンをします。ス
それが後ろで、その後がちょっとずれて。ずれてますね。はい、続きです。じゃあ、ちらっと次に後半、スロー、横に開いて、そばを通って下がります。はい、はい、じゃあ、もう一回、してください。スロー、クイック、クイック、スロー。そうですね、ヒールターンっていうのがね、ちょっとまた専門的な感じでなかなか大変ですね。スタンダードはこのように結構大変な面があります。少しそれを説明しましょうね。女性ですね、こういうふうに左足を交代したらかかとを合わせて回りますね。左足のかかとで回りたいわけですけれども、正確にはこうハイヒールとか履いてしたりしますので、そういう時もありますので、でこうね、まあ、こうよろめいてしまったりバランスを崩しやすいので、まあ、両足を揃える感じで持ってきて両方のヒールでこういきますね。また後に細かくします。男性もヒールターンは出てくるので、左右両方回転のねヒールターンをしたりしたいと思います。では今のを簡単に音楽に合わせてね踊ってみせましょう。では解説をしたいと思います。少し、復習しておきますと、フレームアウトするのといけないのでちっちゃくいきたいですけども、まあ、スローホップストロットはこのようにコーナー角っこから 1,2,3,4 スロークイッククイックフェザーステップですね。そしてリバースターンを台形の形に、洗面器を伏せたような形ですね。台形の形に踊って移動してここのスローで終わりました。今回はここから続くステップですね。フレームアウトするのでちょっとこっちからやりますね。まず3ステップです。これは男性左足、女性右足から交代、男性左足前進ですね。スロー、クイック、クイック、そして、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、スローという、今度はリバースターンではなくてナチュラルターンというのをしますね。ワルツのナチュラルターンは、まあ、リバースターンの説明に似てますけれども、1、2、3、1、2、3というふうにやはり開いて閉じるタイプでしたけれども、スローフォックストロット旋回しましたリバースターンと同じように女性ヒールターンになりますので、だいたいリバースターンの左右反対にこうですね、女性は左足から交代、男性右足前進でスロークイックとヒールターンを回り込んで、女性ついで左足前進、男性右足交代ですね。そしたらスロースロー、そしてスローというふうに、6歩ですね。これをナチュラルターンと言いますので、まあ、旋回から続きの、足型でフェザーステップ、リバースターンを台形の形にして3ステップ3歩ほど行って、そしてまた台形の形にナチュラルターンをします。今日は3ステップからナチュラルターンですね。もう一回しましょう。こっからしますね。1、2、3、はい、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、スローですね。では反対向きから、します、この向きからしますね。3ステップは正確には、まあ、大元の教科書があるんですけども、その教科書ですと本当はこの足から、男性右足から、女性左足から記述されているので、それでもそういうふうに理解でも結構ですが、あまり難しいことは考えず、男性じゃあ右足じゃなくて左足前進からいきますから、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、スローですね。でも多分足元が切れてると思うのでちょっとちっちゃくします。右
右足前進をして、左足ですね、左足を男性前進したら、ついで右足を女性の両足の間に入れますね。そしてクイック、クイック。で、女性の、ちょっと戻りますね。女性はヒールターンをするので、男性右足の両足の間に入れて、スロークイック。これは最初は結構大変ですので、まあ、見よう見まねで頑張ってください。そして、クイックですね。で、今度は女性が右足を中に入れてきますので、少し回転を始めながら、スロー、スロー、ね。横に男性開いて、ついで左足を前進します。で、また次のステップに続けるということですね。では、男性と女性の足方を簡単にご説明申し上げます。一番最初の向きで、説明しますね。まあ、こういうふうに、旋回のリバースターンが、こういうふうに終わってますから、そこから続けることになりますが、じゃあもうちょっと、ね。今説明した通り、クリッククリですから、まず、左足前進しますね。もう簡単です。3、4歩ほど、左足からこう、前進すればいいので、スロー、クイック、クイックですね。また、次回さらに、次回になるかもしれませんけども、フットワークといって、ヒールから出るとか、つま先から出るというのを細かくしますので、今は大雑把で結構です。もう一回いきますね。スロー、クイック、クイック。そしてナチュラルターンですね。スロー、クイック、クイック。クイック、クイックときましたね。そしたら次はですね、一応正確に言うと、ヒールターンならぬ、ヒールプルという、ヒールプルというステップをするんですけども、スロー、スロー、こんな感じですね。とにかく後退、開いて、軽く寄せて、一歩出ると。で、ワルツだったらば、1、2、3となるわけですが、そこがちょっと変わっていて、1、2までは似てなくもないんですが、3歩目は前進ということですね。もう一回しましょう。まとめて、3ステップおよびナチュラルターンをしましょう。3、はい、スロー。クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。スロー、スローですね。一応反対向きに180度反対でこの向きをします。先生、こっちで。はい、先生、前。横先生、前。じゃあ、3ステップから回ります。小さくいきます。スロー、クイック、クイック。スロー、クイック、クイック。スロー、スロー、スロー。もう一度しましょう。3、はい、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。そしてここに戻ってくるかな。そしてヒールプルですね。スロー、スロー、スロー。精密な上下運動、ライズとロアとかはまた後に、この後の回はですね、ちょっと組み方の練習を、真剣に本格的にしようと思うので、それが済んでから、ご説明申し上げますね。では今のところ、男女の組み方を簡単に説明してから音楽に合わせますね。まず3ステップのみしますので、あ、そうだ、女性、直接選ばれていますね。女性、いい加減にしてしまいました。以前、レディーファーストと言いながらも最近は男性ばかりやって女性はどうでもいいみたいな感じになっております。じゃあ女性いきます。じゃあ女性先生ね、もう女性のことなどしっかり忘れておりました。じゃあ最初この向きからですね、3ステップから始めますね。じゃあ先生説明してくださる。右足から交代しますね。3、はい、スロー、クイック、これ推理して、ナチュラルターンは左足を下げて、そこでヒールターンをします。スロー、クイック、クイック。先生、フレームアウトするので、その後からちょっとずれて。ずれてですね。はい、続きです。ナチュラルターンで、次で後半、スロー、横に開いて、そばを通って下がります。はい、はい、じゃあ、もう一回してください。スロー、クイック。スロー、クイック、クイック。ちょっと狭いな。出ますね。スロー、もう一回いきますね。スロー、クイック、クイック。スロー、スロー。
っていうのがね、ちょっとまた専門的な感じでなかなか大変ですね。スタンダードはこのように結構大変な面があります。少しそれを説明しましょうね。女性ですね、こういうふうに左足を交代したらかかとを合わせて回りますね。左足のかかとで回りたいわけですけれども、正確にはこうハイヒールとか履いてしたりしますので、そういう時もありますので、でこうね、まあ、こうよろめいてしまったりバランスを崩しやすいので、まあ、両足を揃える感じで持ってきて両方のヒールでこういきますね。また後に細かくします。男性もヒールターンは出てくるので、左右両方回転のねヒールターンをしたりしたいと思います。では今のを簡単に音楽に合わせてね踊ってみせましょう。音楽は4拍子ですから、1、2、3、4、5、6、7、8、こういう風に流れてきますので、この一つ一つがクイック、2つ分がスローですから、スロークイック、クイック、スロークイック、クイック、スロークイック、でこういう風になっております。では3ステップ。ではプリントの方で説明申し上げます。このようにプリントを見た方が分かりやすいという人もいるのでね、多角的というか多方面から理解を深めましょう。いつも通りレディーファーストでいきます。前回のフェザーステップリバースターンを、まあ、この右手の方からですね、このプリントの右の方から踊ってきて、この右の下の角あたりに来て、さらに交代を女性は続けて、スロークイッククイック、スロークイッククイック、スロークイッククイックですね。点線を書き忘れましたが、ここまでが3ステップですね。ただし大元のですね、テクニックブックというこういう教科書はあるんですけれども、ボールルームダンステクニックという教科書はあるんですけども、まあそういうところで精密に言うと3ステップはこの2の第2歩目からですね、ナチュラルターンの1歩目と重複してますが、この3歩をまあ3ステップと言いますが、競技とかですね、まあ多くのコーチはこのスローからの方が分かりやすいので、そういうふうに数えたりしますが、我々初心者としてはね、あまり細かいことは考えずに大雑把に理解しましょう。いつも通り、塗りつぶしてない方が右足、塗りつぶしてある方が左足で、もちろん自動的に、右左は歩くときのように代わり番号に行きますのでね、黒丸と言いますか、丸印の中の数字はステップする順番、歩順を表してますね。1、2、3、4、5で9歩までありますね。女性は前回のリバースターンからずっと交代を継続して、右足交代、左足交代、右足交代ですね。男性の右足がどんどん中に入ってまいります。この前のところは男性の右足は外に来ましたが、こことかここで女性が左足を交代するときは右足は中に入ってきておりますからね。
そしてヒールターンをしますね。リバースターンの時と反対の足のヒールターンになりますが、左足を後退してヒールに体重が乗る頃に右足もかかとから引きずってきて、ほぼ揃えてから回転しますね。感覚としては両足のヒールで回転する感じでいいでしょう。そして後退した左足を前進します。体重はもちろん代わり番号に左、右、左とヒールターンを踏みつつも、ちゃんと代わり番号に踏み替えますね。ヒールターンをし終わったら右足に体重を移し、そしてまた左足全身体重を移します。そしてあとは外回りになりますから、やや8歩目大きくステップして後退しますね。緑色はカウントです。スロークイッククイック、スロークイッククイック、そしてここはスロークイッククイックではなくて、スロウスロウスローというふうに、すべてスローカウントでややのんびりですね。角度は前も説明したように台形とか洗面器を伏せたような形、飛び箱の形ですね。あのスポーツ体育館でする飛び箱ですね。90度プラス90度の半分、45度を足した135度という独特な角度がね、ダンスではいっぱい出てまいります。ではじっくりご覧ください。では続いて男性の3ステップからナチュラルターンですね。これの、こういう図で見ていきたいと思います。前回のフェザー ステップじゃなくてリバースターンですね。フェザーステップ、それからリバースターンを踊って、今ここら辺に、ここら辺にですね、右下の角におります。で引き続いて前進して、スロークイッククイックですね。前回と言いますか、このプリントでおなじみですけれども、この黒い丸の中の数字はステップする順番を示していますから、第1歩目、第2歩目、第3歩目、第4歩目という風にしていきますね。9歩あります。この点線までが3ステップ。そして、この点線よりこっちがナチュラルターンですね。細かく教科書的に言うと3ステップというのは、この足から始まって、ここまでを書いてあるのがまあ普通なんですけども、そういう細かい状況は置いてですね、まあわかりやすく、こちら、この左足から第一歩目としますね。ご不審な点はですね、また、僕にお電話してくださったり、ご自分が習っている先生にですね、お尋ねください。ちゃんと答えてくださるでしょう。この、明るい、スローとかクイック、明るい色のスローとかクイックはカウントですね。で、塗りつぶしてある方が左足です。左靴ですね。当然、代わり番号に右左行きますね。左足前進、右足前進、左足前進。そして、まあ、ワルツのね、ナチュラルターンにも似てますけれども、135度回転して揃えずに右足を後退しますね。で、ここら辺は、精密に言うと、ヒールターンをしながら右足を横に少し開いてステップするというような、ヒールプルというヒールプルという独特なテクニックを使うんですけれども、まず初心者の我々としてはですね、あまりそういうことは考えずに後退、軽く開いて、ついで前進ですね。後半のカウントはスロー、クイック、クイックではなくて、すべてスロー、スロー、スローという風にスローを使いますので、ゆったりです。角度はいつも通りこう台形の形、洗面器を伏せたような形になりますね。90度、
それからその90度の半分の45度を足した、90プラス45度で135度という日常生活にはあまり出てこない角度、台形の角度ですね、これになります。ではご覧ください。ご自分でね、ちょっと心静かに見てください。リバースターンの後半、クイックスロー。